は自分でこれから作っていきたいな、えー、作っていきたいなと思いますどれが正解っていうのをまた分からない世界だと思うんですけどあの理想って言われたら広瀬って言われるようなそういうコーチになっていきたいなと思います、まあ、とにかくあのしっかり話ができるそういうコーチになりたいなと思います、はい、セ・リーグ最強の外来陣を作りたいなと。 ここんんんんばばはは坂上俊でですす広瀬という感じで番組できるのもあと何回なんだって感じですけれどもこんんばは広瀬ですこのなんていうんですかゲスト感がないといいますか普通にこんばんはこんばんはっていう感じですね僕もねこういう形でね本当お仕事させてもらってありがとうございます坂上さんいあっという間ですねいやもう本当1年間早いですね まあ解説をね、えー、1年目やらせてもらいまして、はい、えキャンプのオープン戦じゃないですけども、もキャンプ地からですよね、えー、えチケットを取るところから始めて、<laughs> ホテルをどうしようかというところから始めて、<laughs> そう、自分で準備しなきゃいけないですからね、はい。その前もそうですね、あのー、RCC さんで今生さんとかね、はい、えニュースシ,シックスさんに出るときに、どういうジャケットを着ようかな普段だったらね服装も 練習行くことの,その服を考えればいいので、まあ、ジャージだったりとか、はいあのね、練習着とか運動する服装を考えればよかったんですけど、まあ、RGG さんでテレビをね、するてなれば、はい、同じジャケットを今生さんも着てニュースシックスも着てって言ったら <laughs> 広瀬さん、同じ服着てるじゃないかって言われますし困っててるんじゃないかってねそうなんですよね、えー、なので、えー、ジャケットもやっぱり何着か、はい、冬用も買いましたし。あ やっぱりそのまま、やっぱり夏用は着れないなと思いましたので、やっぱり夏用もね、ジャケットまししたあそうですよ、じゃテレビ用に買った衣装とかは、すみません、1年でほぼ原価償却する間もなく、次のまた、ユニフォームの方に戻られる移動するときにきたいなと、思いますねでもあれじゃないですか、あの今日カープの方からですね、一軍外野守備、走塁の担当だということで、チューニング発表されまして、いよいよだと思うんですけど、どうですかもう 解説者モードからガらっとコーチモードに今日なんか切り替わってる感じですかいや全くすみません、あのね、あの選手の皆さんは、にちなんで、ねはい、いますけど僕の方うはまだ、あのーまあ、お仕事もまだまだ、はいあのー、ありますし、えー、RCC さんの方からもお仕事をいただいているので、はいえー、そのお仕事をしっかりやらさせてもらうということもあの球団の方にはお伝えしていますので。はい 申し訳ないですけど、そのキャンプも、ね、行きたいんですけども、もそれはなかなかできないというところが現状ですけどもね、えー、あそうですね、はい、だって、あの会見の時嬉しかったですよ、あの冒頭で、えー、RCC さんでは、本当、いろんな経験をさせてもらいましていろんな経験と言った瞬間、忍者の姿が頭の中で、<laughs> みんな出てきたと思うんですよ、まあ、忍者もそうですけど、一番最初にね、元就さんでね <laughs> あの、お風呂に入りましたからね、<laughs> すぐ脱ぎましたからね、<laughs> すぐ脱ぐっていう、広瀬すぐ脱ぐっていうね。<laughs> 脱ぐしはいろいろ着るしっていうそうですね<ー>ちょうど語呂もよく26番がね風呂、はい、でいや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 合わせもよく <laughs> やっぱテレビ向いてますよいやいやいや,いやテレビラジオ向いてますよとんでもない本ホ本当にこう RCC さんには本当にこうお世話になったので、はいえー、会見の場ではい RCC というね 言葉を絶対伝えようということをね、はい、したかったのでそれはちゃんと言えてよかったですしかもあれ会見時質問しているのはいろ色々便宜上他局の他の局のアナウンサー聞いててはいもう膨らますのか膨らますまいか見たらすごい微妙な <laughs> これ以上突っ込むとまた rcc の話になるしみたいなそうなんですよねあのみんなも一緒にそのねあの他のテレビ局の方も、はい、おみんな知ってますのでみんなやっぱりねあのー どういうふうにこう質問していいかわからないっていうのが現状だったんじゃないかなと思います。い。やあでも一年本当あっという間なんですけれども、今日は皆さんからですね。はい。あ、で先言ってきましたけど、今日最終回じゃないですからね。そうなんです。よ僕広瀬まだ最終回じゃないので。最終回。あのまだこれからどうなるかちょっとわからないので。はい。あのこっちのことだけ主張すると、はい。まだ。 契約、ちょっとだけの、契約じゃすみません、契約は言い過ぎました口約束がちょっとだけ残ってるんで、今日最後と限らないんで、皆さんそう、親身にしないようにお願いしたいと思います。と言いながらメールのテーマは、広瀬さんに伝えたいメッセージ大募集ということありがとう、さよならじゃないメッセージを、質問とかも含めて送っていただきたいと思います。ねというわけで今日も広瀬淳さんが選んでくれました。はいなんで今日この曲、いつもテーマあるじゃないですか、なんか。僕これはね、あの、田中のね、 えー、田中康介君背番号2番の登場曲なので、この、はい、登場曲を選ばさせていただきました。あ えー、外野守備総理コーチということで、はい、え、ね、今年、通りを取りましたね。はい。えー、なので、そういう意識が、また来年、えー、まあ秋のキャンプ行くんですけどもね、どういう形で、この田中康介の意識の変わり方が出るのか、グラウンドで出たときに、僕がどういうふうに、この田中康介の、おまあ感じ方ですけど、はい、成長具合を見たいなと、一番として、か、チームを引っ張ってくれた、はい。その態度、対応、行動っていうのを、 また、春のキャンプを改めて、どういう状態で、え練習してくれるのか、すごく楽しみだなと思って、まあ一番ね、切り込み隊長ということで、この、ううこ一番最初にこの曲を、あの、選曲させてもらいましたし、あの、スタッフさんにこの一番を、はい、一番最初にこの音楽を流してもらって、本当にありがとうございます。絶対この後 考えてるんでしょうね。ストーリー的なものがね。縦糸、横糸みたいな。なんて言っても、エグサさんが来た時に、全曲ありがとうだったっていうね。そうなんですよね。はい。なかなか制作者でも思いつかないようなことやってきますんで、この後の曲も楽しみにしていただきたいと思います。はい。さあ、早速メッセージもらってます。ストロイケル・ボキシさん。ヒロさん、解説の1年は短いですよ。はい。よくわかり、声も良くて面白くて、来年からの中継の楽しみが減りました。僕の立場微妙ですけどね、本当に。選曲も抜群でした。コーチ頑張ってくださいっていうふうにいただいてます。はい。頑張り ます。本当一年ね、はい。この前、なんか中継の、ね、てか、この前引退した感じですもんね。そうなんです。ね、そういうことなんですね。言うなれば、だから、はい。 日本中でまれに見る2年連続引退みたいなこの解説引退みたいないそうなんですよね,ね<ー>はい 1> 本当に1年早いなと思いますねはいでこればかりは僕もいやーもう広瀬さんまた早く帰ってきてくださいねも言えませんし <laughs> 待ってますとも言えないですからね <laughs> 一生懸命頑張ります <laughs>、はいね、一生懸命待ってますはいもう一個だけ643 3広はい、えー、広瀬さんはコーチになられたんですね長い間子育てその他で野球から離れていたので申し訳ないことに現役時代の広瀬さんの活躍を知りませんでもこの1年間ずっとラジオ中継聞いていて、はい、広ロさん さんがリスナーに向けて言葉や表現を探しながら一生懸命話してくださるのが大好きでした、はい、え鋭い回転のかかったボールをガイアフライに打ち上げた時打球が左右に揺れながら落ちてくることバックネット裏に白いシャツが見えると打球を追いにくいこと <laughs>、はい、その日活躍している選手がファームで頑張っていた時のことなどなど広瀬さんならではのトークが楽しみでしたというふうに頂きました、はい、ありがとうございますついこの間みたいですねあのー、白いシャツ着てくると打球が見にくいっていうそう カープが守っているときは赤いユニフォームを着てくださいということですね <laughs> 外野のの視点からあの言いましたねですね、はい、だから、広瀬さん、解説者としてはこれ、ちょっといろいろメッセージ伝えましたけど、はい、やり残したことかもしれませんねそうですね、えーえー、まあでもお、カープの陣としてまた頑張りますので、はい3連覇に向けて頑張りたいなと思いまわれわれが帰りまして、これから白いシャツ運動ですね、広瀬さんの残した、はい、白シャツ運動を継承していきたいと思いますはい、はいお願いします。 ささん、はいえー、メッセージいっぱいもらってましてどんどん紹介していきたいと思います、はい、うくんラブ v さん、はいえー、ヒロさん解説者の一年お疲れさまでした、はいえー、そして早くも旅立ち高知就任おめでとうございます、はい、えっと忍者ひろすけに心残りはありませんでしょうか <laughs> いや実はですね今日ね、はい、このラジオの前に本当前にもう5時半五時30分に終わったんですよねえそんなギリギリまでやってたんですかご老後様のロケがね、はいえー、先ほどありましてあのちょっと番組の方をちょっと撮らせてもらいましたけどもはい ちょっと徐々に徐々にこう分,かり分かっている人は分かっているんですけどもね、えー、徐々に僕、広瀬がこう広瀬をやっているということも <laughs> 分かり始めた時期なので <laughs> まあその役というのはやっぱ愛着ありますね。確かに そうですよ最初はもうちょっとこうミッキーマウス的なね、はい、あの誰がやってるか分からない感じだったんですけど近頃、はい、え広輔からのプレゼントはサインボールでござるってやってましたもんねもうそうなんですよね,ね<ー>なのでもうそれがなくなるですかね、はい、いや公認をまた考えなきゃいけないんじゃないですか <laughs> そうですねアニアさんでもいいんじゃないですか、はい、いやいやもろわかるじゃないですか、ねえー、顔隠してもヒゲが出てきますからねわではじゃあ女性ということで女性アダウンサーの ね、今ちょうど「スシック6に待ってますけど、はい、今日中根さんなので、はい、中助ということで中助<介>女,女バージョンでもいいんじゃないですかまたニュースキャスターって一番動かしにくいとこ持ってきましたね <laughs> <laughs> いやこの辺りもまた情報が入りました、はい、いち早く伝えていきたいと思います、はい、えっとあとあ優勝ママさん高知チ入りおめでとうございます、はい、すごく嬉しいニュースで本当に本当に嬉しいです 75番をつけてるの決意を教えてくださいということで、はい、75番関連結構来てるんですけれども。ああ、そうですね。背番号75番をどうして僕が選んだかっていうところを皆さんも聞きたいと思うんですけども、はい、あのー、その前はね、えー、拓郎さん、石井拓郎コーチが背番号75番をつけてたと思うんですけども、はいえー、僕のその75番を選んだ理由というのは、阿南淳郎さんが、はい、はい、はい。75番をつけていましたよね。はい はい。はい。で、僕の、本当にこう、高校野球、高校の大先輩でもあります。佐伯大分の佐伯閣僚高校の大先輩でもありますので、はいえー、僕がカープに入ることを決めた時に、えーま、客指名をさせていただきますという席に、一緒に、当時法政大学の監督の山中正剛監督と、 僕と、はい、アナンさんが当時、球団本部長をやられておりまして、へぇすべて僕の野球人生、プロ野球人生の始まりの時に、一番、えー、近くにいたのがアナンさんだったので、はい、アナンさんがつけていた75番を開いていましたので、75番をぜひお願いしますということを、球団の方にお伝えしました。へえでもこの人生の節目で、こうね、だいぶ前にこう節目で迎えた、はい アナンさんがパッと頭にやっぱ浮かんだんですね。浮かびましたね。やっぱりあのー、カー,ープを逆信目させていただくっていうことを決めたときには、アナンさんが近くにね、あの、いてくれましたので、はい、そのアナンさんがあの、監督をね、やってたことも知ってましたので、はい、やっぱり75番って言ったらア,ナアナンさんっていうのが、僕の中ではあったので、へぇはい。拓郎さんではなかったですね、やっぱり。あーっりあ、ああ、ああ、ああ。再企画上の生んだ英雄だったりしますもんね。うん、そうですね。まあそういうこともあったので、 はい、75番を選ばさせていただきました。<ー>はい、そうですね。言われてみたら、あの時期、逆指名だった。カップ大変な時期だったですよね、逆指名で。ねえまあでもね、えー、あのー、本当当時は山戸浩二監督になられて、はい、野村さんも高校の先輩でおられて、はい、キャッチャーには瀬戸さんという方も、法政もいましたし、はい、川端さんもコーチでいましたので、まあ大学も含めて、まあの、高校での、その、カープとのつながりということもあったので、はい、はい。大先輩の阿南さんの背番号を、また、 僕がつけれるっていうこともなんかすごくご縁だなということも感じてます。は、はあはい、でもいいですね。これ浮かなんかね、いろんな意味で、また歴史がもう一回、あそうだ、アナウン監督、あっ、そうですお再企画上だったっていうのがもう一回振り返ることができるだけでも、一粒で二度おいしいセて番ですよね、はい、我々も。そう<の>、<号>あの、実はその先日、もう二日前ですね、はい。えー、プラキュー o 会の、お野球教室が、えー、コカ・コーラ県営球場でありまして、はい、で、その時のアナウンさんも来られてたので、はいはいはい。まあ、ご挨拶して、 背番号はアナウンさんの背番号をつけさせていただきましたっていうことを、はい、おつちゃんとお伝えできたのが嬉しかったですね<ー>、はい。じゃあアナウンさんだったらもう,もう完璧ジェントルマンじゃないですかはいそうですねそれはそれはなんか温かい言葉もあったんじゃないですかいやもうもうん当もうしっかり、えー、頑張ってねって頑張りなさいよっていうことを。 優しく言ってくれました。はい。今日これ聞いたん、得した気分ですね。そう。もうもうもう七十九で、って何でかしてる。アナウンサーの番号なんだよな。そうなんですよ。はい、いやいやいや。そういうのがありまして、75番を。はい。はい。選べ、選ばさせていただきました。あ、わかりました。はい、いやいやいや。で、まだ他にも質問来てるんですけれども、あ、これメッセージでいさくまさん。広瀬さんのコーチ就任のニュース、本当に嬉しかったです。就任会見で、一番最初に、R. C. C. A. の感謝の言葉を述べられていて、感激。 しましたはいヒロさんの分かりやすい解説を聞けなくなるのは寂しいですが日本一目指して頑張ってくださいありがとうございました、はい、ありがとうございますあとは飛鳥君の質問答えにくいかなえっと <laughs> 何ですか答えにくい質問ですか、えー、えっとこんばんははいこんばんは解説者1年で現場に復帰されますね、はい、本職の解説やこの番組ってこの番組も本職だっつうのって <laughs> えっと、はい、誰よりも早いカープの優勝予想をさせられた今生、はい、忍者のコスプレにイベントなど幅広い活躍をされていただけに寂しいです <laughs> ちょいちょい こう事実誤認がありますね、はい、これ。この1年間カープを外から見ていた経験を生かし、リーグ3連覇日本一の新入り背番号75を見たいと思います。質問。はい、カープ球団からコーチのオファーがあったのはいつでしたかということで次の質問に行きたいと思います。猫男爵さん。はい、<laughs> 僕もね、だんだんね、あの、膨らませないところが分かってきました。次行きましょう。次行きましょう。猫男爵さん。はい、えっと、 解説では冷静に分析し、かつ分かりやすく伝えることに長けていらっしゃったので、いいコーチになるのは間違いないでしょう。前任者が川田祐介コーチということで、どうしても比べられてしまうかもしれませんが、はい、周りの声に気にせず、自分の色を出していただければ、きっとカープが強くなると信じています。はい。えただ、コーチで成功すると、この番組に戻って来られないので、複雑な心境ではあるのですが。僕はもうね、カープが、あの、はい、 強くなるために、はいえー、本当に全力でいきたいですし、はい、あとはねあのやっぱグラウンドで頑張ってくれるのは選手なので、えーえー、選手がやっぱり迷わないように、えーまあ、判断もそうですけどもやるのは本当に選手なので、はい、その選手が本当にグラウンドで輝いて、えーね、あのプロ野球の世界でなんて言う、まあ、お金をグラ野球でお金を、ね、もらいますからやっぱり長く野球をやってもらいたいのでやっぱりこう。 本当こう成長してほしいなっていう思いがやっぱありますね。でも一貫してるのはあれですよね。はい、ヒロさん、解説やってる時も、あだから、自分がわかりやすくにプラスして、チームが強くなったりとか、その魅力を伝えるチームのためにみたいなのが、もう、はい、コーチになっても、その辺は同じですよね。いや、もう全然同じですね。あの、先ほどありましたけど、僕はもう川田さんにはなれませんし、はい、え川田さんが経験したききたことは、 僕は全く知らないので、はい、え正直その、走塁とか、まあ、不安の部分もありますけども、はい、逆にチームの中で小方監督もそうですし、東出監督もそうですし、ソウルにたけてる方もたくさんいますし、はい、選手では、えー、田中康介通りを取ってます、丸も通りをも取ってます、ねはいえー。そういう通り、えー、の経験、走れる選手,選手もたくさんいますので、あの意見をたくさん言い合って、えー、ディスカッションじゃないですけど、本当にこう、 いい方向に行けるための準備をチーム内でもしたいと思いますし、はい、え選手同士でもそういう話を普通に話せるような関係でいないといけないと思いますので、はい、まあいかにこう嫌がられる野球をね、カープやってきましたので、はい、まあ総理も含めてそういうところも選手、コーチ、監督も含めてみんなとこうしっかり話をしていきたいな,いきたいなと思うので、えー、ここは僕もしっかり自分の意見を持って、伊豆、 まあ、譲れないじゃないですけども、はい、自分の意見はちゃんと伝えて、相手の意見もちゃんと聞くように、えー、していきたいなと思いますね。まあ、ヒロさん、はい、多分コミュニケーションすごい取られるんだろうなと思うのが、解説の時もあれですよね。割とこう、打ち合わせの鬼というか、ヒロさん、明日、はい、出番明日ですよねって言ってるのに、前の日会社に来て、いやいや、だから明日だから打ち合わせに来たんですよってことが、何度かあったですよね。<laughs> どう行きましょうかとか。う,、ね、うん、そうですね。あのー、やっぱり、ね、解説の方も、 そうですし、はい、実況アナウンサーの方も、えー、ねこう聞いてもらえる人たちにどういう風うに伝えていいのかなっていうのは、はい、やっぱり一年目なんて分からななかい分からねえじゃないですか、はい、なのでやっぱりそういうところも含めて話さないとまあ分かってるだろうとか何々だろうとかっていうだろう精神ではなかなか通用しないなと思いました、ね、ああダロー精神この放送業界多いんでねなかなかあれなんですけど、はい、耳が痛いですでも解説者なるってあったじゃないですか一年前振り返ったら、はいはい どうだったんですか解説者になるときは不安なかったんですけど、どんな仕事かな何、な<い>何やらされるんだろうかみたいな。いや、まずですね、あの、穴会っていうですね、はい。えー、あの、予定表を渡されるんですけども、はいはい。一切分からなかったです、最初。自分がどのシフトでど、<ー>どの局員に,に送る、えー、広島に放送なのかあ、違うエリアに放送なのか、はい、テレビに入るのか、えー、文字体が斜めになったら予備なのか、一切分からなかったです。だから、<ー>要するに、 なわ渡されましたけれども、穴開というか、あの、ね、皆さんで言う勤務,勤務表ですよね。勤務表を渡されたんですけど、はい、全く、なんじゃこれっていう感じでした。確かに、あれは複雑回帰ですよね。はい、なので、ちゃんと横山さんもそうですし、竜蔵、はいえー、さんもそうです。あのー 嬉しかったです。ちゃんと丁寧に教えていただいて。先輩方が。あれ、あれ、勤務の、担務の読み方を解説者同士で教わってるんですかはい。いや、もう分からなかったら僕聞こうとしてましたんで。はい。聞いた時にあの、横山さんも、ゾウさんも本当に教えてもらって本当にありがたかったです。はい。もうちょっと分かりやすい表作んなきゃいけないですね。我々サイドもね。今後課題としてね。はい。一目で分かるます。はい。すごく課題だと思います。ラジオを通じて RCC の皆さんにお伝えしたいなと思います。分かりやすく。やめて。やめて。ありますよね。あの、 実例で言うと、今日は解説できました、どこの局に流れるんですか、今日はどこにも流れませんって言われたときに、ピンとこないですもんね、そうなんです、でうん、僕らからするとどこに、どこにも流れない放送もあるんですよね、はい、でも、確かに分かんないですもんね、まあ、んただね、難しい、伝え方って本当に難しいなと思いました、あのはあ、僕がコーチになったとしても、僕は分かってても、選手は分からない、あの言葉のつか伝え方で分からないっていう部分もあると思いますので。はい あの伝え方っていうのは非常に大事にしたいいなと思いますねよくあるじゃないですかあの、評論家の方がコーチになったら新聞原稿の提携で、はい、ネット裏で広がった視野を武器に、ほにゃららな指導者になるだろうとかでよく書かれてますけど、はい、ネット裏から見て、やっぱり視野って変わるんですか、選手の時とかに比べて。ややっっぱりり見方は変わりますねいろんな、ね、あの実況やってても、はい この場面はどうしたらどう、どうきますかね、はい、よく実況アナウンサー来ます。この場バントありますかね、はい、エンドランありますかね走ってきますかねっていうふうにこう、どん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 こう言われることによって自分が、あ、この場面だったらこうしようということを、まあ返しますよね。はい、やっぱりこう、試合を見てると、外で見てると、あ、この場面はこういうふうに行くのかなっていう各チームの、あの、さまあ作戦上で、上ありますけどもね。はい、選手のタイプもよるんですけども、あ、この場面だったら、あ、もしかしたらエンドラン来るのかな<ー>こンンのバンバンも多い。 えー、ピッチャーであれば、もしかしたらこのカウントでは通りが来るのかなとか。はい。はい。まあ、カーブを使うピッチャーがいれば、あ、もしかしたらこのカウントでカーブの時に通りをさせるのかなとかっていうところを見るようになりましたね。はい、あと、守備位置であったり、前進で、<ー>前進守備、普通にこう、1点は OK ですよの守備、あ、まあ、前半と後半の守備位置の違いだと。まあ、いろんな、あの、すごく、野球もそうですけど、あの、選手起用法、ピッチャーの起用法、いろんな勉強が、今年1年、 できました。ああ、確かにご無体な質問いっぱいぶつけた覚えがありますもんね。広瀬、はい、さん、よく考えたら、野手で打ったり守ったりするのも専門なのに、さあ、うね、はい、ピッチングコーチ出てまいりました。広瀬さん、ここで変えますでしょうかどうでしょうかどうでしょうか変えると、<laughs> 次は誰でしょうか左でしょうか右でしょうか左なら戸田でしょうかオスカルでしょうかそうなんです。まあ、こ今年はね、あの、<laughs> はい、左投手なかったので、全員右だったので、はい。はい。左はなかったんですかね。えー、はい。まあ、そういう部分はあったんですけどもね。あの、一番、こう、えー、実況アナウンサーが、あの、 冷たいなと思ったのが。はい。そうですかっていうふうに切られるっていう。<laughs> あれダメですかはい。ええー、じゃあ、どうすごく辛いです。あ、もうこの話興味ないんだっていう。そうですか結構。はい。あのー、今大臣を聞いてる方はこれからあのね、坂上さんがそうですかって来た時は次の方に行こうということですからね。いや、でもそれ言われると、<laughs> イップスになっちゃいますよ、僕。じゃあ、はいでいいんですかはい。あのー、その辺は自分で考えてください。 コーチ教えてくださいよ、その辺は。いや、もうその辺もううコーチって、あの、実況できなくなりましたので。はい。はい、お願いします。そうですか。いやいや、って言っちゃダメなんですね。そうですかって言っちゃダメなんですね。<laughs> えぇ、ー、解説者はそうですかが嫌だったんですね。で、なるほどって言ったら、でも、なるほど、僕のなるほど嘘くさいでしょなるほどって言って。いや、そんなことないですよ、ね。分かってないだろう、みたいな。いやいや、そんなことない。一緒になって、あの、はい、ゲームに入っていけば、 ゲームに入っている行為になりますから。入ってない時もあるんですよ、実は。はい。あ、はい、ちょっともう次に、テレビ、次に行きたい時は、そうですかはい。嫌だからメッセージに行きます。はい。えー、富山の高坂さん、広さん現場復帰おめでとうございます。<laughs> 質問ですが、セリーグ最強の外野陣を作りたいと記者会見でおっしゃっていた件。はい。具体的に、 どんな外野陣のイメージを持たれているんでしょうか例えば、はい、90年代のオリックス、田口、元西、一郎といった、走行してバランス取れた鉄壁守備陣をイメージされているんでしょうかという。はい。えー、もうね、セリーグの中でも今のカープは非常にレベルの高い、えー、位置にいると思います。はい。えー、センターの丸、えー、ライトの鈴木誠也。はい。で、レフトは松山だったり、ね、えー、今年頑張ってきたバティスタもありますしね、マ、ま、イ、あ、ルドレッとも来るんですけども、 本当にレベルの高い外野人がいます。足のある野間もいます。はい。はい、今非常にレベルの高いんですけども CS の中で、えー、まあ少しというかね、えー、ちょっと僕の中で残念だったのが、えー、2戦目の野村が投げてた時、はい、レフトの松山がグローブに当ててスライィンにキャッチしたんですけども桑、はい、原の打球を落としましたよね。 えー、外野手で言えば僕も常にあるのは、グローブに当てる打球は取れる。取らなきゃいけない,い<ー>たとえそれがね、かすっただけでも、取らなきゃいけないっていう。そういう、あの、まあ、僕の中での意識がありましたので、へ<ー>えー、まあ、そういう松山のプレーを見たときに、えー、ボールの取り方の時に目線がブレてなかったのか、はい、あるいは、最後、ボールを取るときに、 取る瞬間にグローブとボールが被ってなかったのか、うんあの、取る位置を少しずらして取りに行ってなかったのかと。はいえー、その後、えー、スリーボールツーサイクになって、ねえー、勝ち谷投手が一塁ランナー、はい、ロペスのライト前ですかね。その時にバティスタが補給をミスしましたよね。ありましたね。はい、バウンドの、ね、ショートバウンドのところで取れば、えー、バウンド合わせられずに、 弾きましたよね。はい、一気にホームインされました。そういうところの、バティスタに言ったんですけども、一歩目の自分の判断は良かったのか、遅かったのか、できたのかっていうことを今、えー、周期練習の時にはちょっとお伝えはしたんですけども、うん、まあそういうところもちょっと気になるなと思いますね。うん、なので、ーね、鈴木誠也もそうです、えー。ボールがシュート回転します、はいえー。去年の方が守備の意識は高かったんじゃないかなと。 はあはい、そこは伝えたいと思うし、松山では、あの、一歩目の重要さも伝えないといけないと思いますし、まぁ、あ、丸もね、えー、早急の時に、えー、補給体制の時に、今日はノックしましたけども、はい、自分の取る位置から、ね、あの、 取るゾーンが少し外れてくると、お体のバランスが崩れて、送球もバラバラになりますので、まあ、そういうこともまあ伝えてるんですけどもね、まあ、あの選手の,あの特徴、体の使い方を見て、ちょっと伝えてることは、今、伝えてますあ。やれることはあるんですね、はい、みんな。かなり高いレベルに思ってますけど、まうん、いどうしてもね、打つことが、外野手は打たないといけない、えー、打たないと使われてくれないっていうこともも,もちろんあるんですけども、はい 守れることが前提ですし、守れないと基本的には打つことにも集中できませんので、はいえー、そういうこともしっかり、えー、もちろん打たないといけないです、外野手は。もちろん打つことは大事です。ただ、あの、守ることに対して興味がなくなると、あ落ちて、あのね、能力的に落ちていくのも早くこうなりますので、はいえー、意識の高い練習ができる。 できてほしいなんか、なんか,なんか、はい、教えてもらってるみたいで嬉しいですね <laughs>。あ、そうかそうかって。自分追いつくとこまでいかないんですけどね。はい、え最後のとこ、目線だ、目線とか思って。えー、っと、あと、山口のみゆきさん。はい。え、ヒロさん、外野の守備総類コーチ、就任おめでとうございます。えー、コーチャーズボックスは1塁と3塁のどちらを今の段階では希望ですかということで、次の質問に行きたいと思います。はい。宮門さん。 はい。だいぶ状況分かってきたです。えー、っと、ヒさん、コーチにおめでとうございます。はい。えー、松田のグラウンドで広ロさん見られるのが嬉しいです。私以上に友達が広ロさん、はい、本当に大好きで、大好きすぎてトークショーとか行くのに全然近くに行きません。はい。何でも、えー、好きすぎて近寄れないとか、広ロさんのファンはみんな本当に喜んでいると思います。はい。ユニフォーム姿の広ロさんが早く見たいです。サイン欲しいです。よろしくお願いします。はい。はぁ、好きすぎて寄れないっていう気持ちですか。 前行きゃいいじゃないですかねどんどん、はい。前どんどん来てくださいね。はい,はい。はい。ぐい押していけばいいと思うんですけどね。はい。ただ。ただ。イベントの出演回数は絶対去年の冬よりは減りますからね。もう。僕もね。あのー。アルシシさんとのお仕事は。なかなか。できない。できないですからね。そうですよね。はい。はい、なので、あのー。他の球団の選手各投手の。 癖だとか、クイックタイムだとか、はい、いろんなその情報がありますので、各球団のね、えー、選手の洗い出しですね、はいはい、セットのモーション、セカンドランダー、二塁、三塁のの癖だとか、ね、いろんなところをちょっと、えー、調べ上げたいなと思いますす楽しみですねさあ広瀬淳さんには、この後もほどほどに確信に迫っていきたいと思います。はい <laughs> さて広瀬淳さんともにお送りしています「ルキューベリーカープ」ナんですが、はい、お便り頂い,いてますせせりポンズさん、はい、この1年ラジオやテレビやイベントなどいろんなお仕事をされていましたが、はい、一番印象に残っているお仕事は何ですかというはいえー、元成さんの温泉です <laughs> 一番最初に裸に裸を皆さんの前に出すっていうのはすごく 恥ずかしかったです。僕今誰と喋ってんのか分かんなくなってきたんですけど、グラビアの人と喋ってるみたいな気分。いえいえ、本当に、はい、あのね、はい。 温泉マークも出ままましししししたたたたのでですすごくく恥ずかかっっありりね本当にび温泉マーク入ったのしかみんな見ないですけど放送局の中では温泉マーク入れるまで温泉マーク入ってないですからねそうなんですよびっくりしましたあるってことですよ会社の中にはいああそうなんですねでも思い出したのが平野さん解説始まった時にいろんな仕事があったじゃないですかどうしますって話してた時にその中でいいと思う いいと思うんですけど、一年間は基本的に断らないって言ってたじゃないですか。はい、あれなんでだったんですか。すね、あのー、声をね、かけていただけることがやっぱりすごくありがたいことですし。はい、自分がそういう立場でもないですし。えー、本当に声をかけて、くれたものは本当にすべて受けようっていう。 ことで、はい。そういう精神でやり、やらさせていただきました。はい、はいえ。思ったより、思ったより自分の時間なかったっていうか、はい、もうちょっとゆっくりできると思ってたんじゃないですか。はい。その通りです。<laughs> ね <laughs> 詰め込みますからね、我々。いやいや、でもね、本当いろんな、ほんにこう、いろんなことをさせていただきましたし、バスケットボールもね、ドラゴンフライの完全を、あ<ー>まあ自分で言ってますよね。こう、今手帳見てますけども、はい、あの、菊池の実際の視察も行きましたし。ありましたね。はい。あの、 ね、これ名前出してもいいんですかねはい。日産の、日産さんの CM をだ<あ>出させていただきましたし。はいはいはい。はい、いろんな本当に経験をね、えー、させてもらいましたね。うん、はいな。あと、イロさん CM 出たから、あ、中国新聞は選手と一緒に戦ってるんだっていうね。はい。守備の男、まさかのこいつってね。さあ、そうですね。中国新聞さんのね。 支援も出させていただきましたから。ですよね。はい。本当にいろんなことをさせていただきましたね。はい、あとはですね。はい、あ、あ野球の方で行きましたね。福山の恋心さん。はい。えー、広島土曜カープ、広瀬淳、第2章の始まりの鐘が鳴るんですね。うまいな。1年間、はい、解説は非常にわかりやすく楽しかったです。 鈴木誠也選手が足を骨折した際に、横浜スタジアムのラバーがどうの、グラウンドがどうのより、鈴木選手が外野手として着地の際の気の緩みを指摘されたあたり感心しました。セリーグ最強と言わず、NPB の最強の外野チームを作ってくださいということです。うん。まあ、あの、鈴木誠也も、そのことを少し、えー、本人も言ってくれてましたね。はい。えー、着地のことにちょっと意識が、 ちょっと薄れてたということをね、まあ本人言って、言ってましたからね。はい、本人もその点はすごく悔しかったと思うし、やっぱ、でもね、怪我した本人が一番悔しいと思うし、うん、えー、あの、今日のね、あの、新聞でもあったんですけども、はい、怪我をしないと気づかないっていうこともあると思いますので、あの、来年のね、春のキャンプでは、あの、聖夜のもう変わった、成長した部分をお見せてほしいなと。うん、まあ行動、まあ先ほど田中も言いましたけどね、あの、行動とか態度とか、はい。 自分のプレーも含めて、えーまあ、中心選手であるっていうことは間違いないですから、はい、まあどういう形で成長してあのユニフォームを着てくれるのかなとそういうどういう言葉とかそういうことをどういう表現をしてくれるのかなとまあ非常に楽しみですね。うはい、そういった中で新聞見てますとあの 怪我をしたことによって人間的にプラスだったとかって、あんな発言が出るっていうのは、ちょっとすすごいですねその時点でね、あのー、本人も成長してると思うし、はい、自分を客観的に見て、えー、あの行動はいけなかったとか、もっとこういうことをすればいいんじゃないのかっていう、まあ、チームと自分の個人のことを自分で見てますので、はい、もうその時点、で成長はね、あのー、進んでますので、まあ、本人もすごく助走志向の高い選手なので、うんえー、本当にもっともっと守備も、 ま,まあまああのね、担当が外野なので、はい、言わないといけないところは、きっちり僕も、あの、強く言います。は,<ー>はい,いこ,、ね、これはやっぱり1年間、解説をや,やらさせてもらって、はい、練習も含めて、えー、試合前のノック、そして試合の守備も含めて、いろんな部分を見せてもらいましたので、はい、それはまあ,ある、松山バあの、ね、バティスタ、まあ、下鶴もそうです。 あの、いねいないメンバー甘いもそうですね。ね、はい。ねいろいろ本当に見せてもらいましたので、まあ、そういう、僕が感じたことを、どういうふうに、まあ、一緒になってこう成長していきたいなという部分があるので、しっかり伝えたいなと思いますね。うん、それと、もう一個だけ聞きますね。ひじてつさん。えー、広瀬さんが外野守備走塁コーチ就任ということで、はい、嬉しくもあり、寂しくもありというのが正直なところです。はい、えー、春のキャンプ序盤にこの時期のキャンプの見方を伺ったメールを採用していただき、これはいい質問ですねと言ってくださったのが、つい最近のように感じてます。うん、さて、 競争の激しい外野人、コーチ、広瀬淳として、この男がもう1ランク上がったら、もっと強くなるのに、早く出てこいという選手がいたら、こっそり教えてくださいというはい、はい、うんやっぱり、ねあの足には魅力のある野間でしょうね、<ー>えー、本当にね、あの途中出場で30得点以上、確かしてると思うんですよね。 ねの、<laughs> まあいつって言っちゃうんで <laughs> のま、のまのね、<laughs> はい、えのまくんの、おん足で、えー、点を取れたということがありますから、はい、まずその経験は今年、えー、すごく厳しい場面で盗塁だとか、えー、数多くしてきたと思いますので、はい、えー、また違った部分を見せないといけないっていうことは、やっぱりバッティングもね、えー、もちろん、えー、レベルの高いところを見せないとい,いけないと思いますので、はい、その成長ぶりを、本当にこう、今年年ずっとね、バットもしっかり振ってきたと思いますので、はい 来年ねいい形でまた違った部分を見せてほしいなと思いますし、まああのー、どう意外とねあのー、練習、はい、周期練習をね僕やらさせてもらいます。はい、はい、ノックをしましたので、ねはい、そこでねいろんなこう見方というか、えー、意外とあこういうところ見上手くなってるなっていうのを感じましたね。え外から見ると違うんですか？違うです、ね、ノックって見るのとノックってやっぱり現役の時選手に近かった 一緒に野球をやってた感覚でグラウンドを見た時に、はい、あこの選手この部分ちょっと成長したなっていうのもありますのでまた後々喋っていこうかなと思いますまだ伝えないですまだ伝えないです、ね、<laughs> はい引っ張る技術も身につけた広瀬淳さん、はい、え本当に惜しいですね滝野 <laughs> <laughs> さんいよいよ周期練習があって周期キャンプなんですけど、はい、ちょっと僕気になってたのははい ノックはもう不安なし、練習してたんですか、こっそりあのー、実は、あの息子さんのね、あの息子さんじゃないです、<laughs> <さ>自分の息子、<laughs> 息子さんっていうのもおかしいんですけど、<laughs> はい、あのー、自分の息子を今、公式野球チームやってるんですけども、はい、そこで、えー、ノックをねや、やらさせてもらったこともなんとかありましたので、はい、まあ本当に普通にノックはできたなと思いますね。あ<ー>まあただそのノッックバットを、はいお 球団の方からい本だ,だいたんですけども、はい、まあやっぱり長くてですね、えー、ちょっと扱いがまだ難しいなっていう、確かに、そうですね、はいも、いつも使ってるものは、ちょっと短かったんですけども、はい、球団からいただいたものは、長さ的にもちょっとすごく長いバットだったので、ちょっと難しかったかなと思いますね初歩的な質問なんですけど、はい、ノックバットって長いじゃないですか、あ,あれの方がノックはやっぱり打ちやすいということなんですかやっぱりあの やっぱりゴルフと一緒で、はい、あの長いと棒が長さが長いとやっぱり距離も飛ぶんですけども、はい、短くなってくればなるほどだん,だん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 距離も飛ば,飛ばないかなという感じはしますねじゃああれを使いこなさなきゃいけないっていうはいもちろんそうですね、はあはい、あとは右手で上げることができないので左手で上げるのが僕の打つパターンなんですけども、はあ、また右で上げる練習もしないといけないなという。 はい。ああ、やるほど今年のオフは、あの、ノックバットをしっかり振りたいなと、打ち込みたいなと思いますね。はい。昔番組でちょろっと浅瀧さんとやったんですけど、あの、玉木コーチがオフにノックの練習するために、自分、公園に自転車、馬鹿車りで行って、ノックの練習したって言ってましたけど、やっぱ広瀬さんもどっかで見つけて練習するんですかあ練習しますね。練習しないといけませんね。はい。ああ、こそ練をします。こそ練。はい。じゃあ、その辺の公園じゃないってことですね。はい。こっそり。で、あの、 秋のキャンプなんですけど、はい、現役時代の経験を含めて、一般的な秋のキャンプって、一番しんどい時じゃないですか、はい、シーズン終わって、何のためにあるものなんですか、はい、改めて、あのー、まあ、各、ね、個人個人の、まあ、1年を戦った中で、いろえーまあ、立場的には違うと思いますね。はいえー、ピッチングではえば投げ込みする人、走り込みする人、ーまあ、シーズンで体の、ねえー、ケアをしないといけない人って、まあ、いろんなあの立場、えー、成績によって、いろんな。あの 状況の違う選手がいますので、はいまあ、その辺をしっかり把握しないといけないと思いますね。<ー>はい、それと、あの、メニューなんですけど、大体、はいいい、いろんなコーチのもとでプレーされましたけど、はい大体同じようなものなのか、はい、いやいや、なんかやっぱり、 やる人によってなんか一個新しい練習があったりするものなのどんな感じなんですか、ね、やっぱさすがですね。あの、坂上さんもちゃんとここで、えーえー、秋のキャンプの練習メニューを、こっそりここで広瀬に喋らせようというね。うまいですね。やっぱり、そういうところね。人によって違うの知ってるくせに。はい、まいですね。まあ、ただね、あのー、 昨のキャンプでは、あの、まあ、レギュラー組と言われて丸とかですね、はい、えー、まあ、菊池とか田中とかはね、あの、144試合プラス CSM もね、えー、体を酷使してますので、はい、えー、全体練習は、あ全体練習の話きっちりやると思います。はい。なので、えー、まあ、午後からのバッティングンローテーションっていうのもあるんですけども、まあ、そのローテーションには入らずに、ランチトークだという形で、はい早。早めに、えー、バッティング練習を終わって、 でその後には総理練習を最低限やってもらって、はい、あとは各自のコンディショニングのことにを重点を置いて練習に臨んでもらうっていう形でい、えー、くと思います<ー>15日からはフ、はいえー、布院の方でリハビリキャンプの方がありますので、ねはいえー、そちらの方に、えーまあ、ピッチャー陣も含めて野手の方も何人か行きますので、えー、15日に、まあ、行くまでの期間の中に短いんですけどもまああのーまあ、しっかり 汗ををかいいて練習をするととううことでしょうねまたちょっと面白い練習とかあったらもう真っ先に取り上げますからねはい <laughs>、はい、<laughs> えっとお便りもらってます純さんラブ2301さんはいえー、私たち夫婦の念願であった広瀬さんのコーチ就任おめでとうございます、はい、野球センサーはもちろん頭の回転の速さ素晴らしいと思います質問ですが、はい、もし試合中乱闘騒ぎになったらはい 止める方ですか行く方ですか主人は、潤さんが行かないなら俺が行くと言って、わけわかんないですね。はい。潤さんが行かないなら俺が行くと言ってますて。はい。乱闘の時どうでしょう。乱闘の時はやっぱり選手を守りたいなという思いもありますので、はい、はい。止めに行くと思います。止めに行く。はい。あの、現役の時も一度、ああはい。あの、あのドミニカの、こう、急にコーチの方、名前が出てこなかった。あの、ちょうどね、あの時です。 前田さんが手首に出てもらったとき、はい。ドミニ、古沢コーチ。ああ、そうだ、古沢コーチ。はい、すみません、急に、古沢さんすみません、出てこなかったあ。あ、古沢コーチ。はい。古沢コーチが、あの、ブルペンからブワーってでてきて、はい。え、荒木、当時の荒木投手コーチに、おーい、荒木って言い始めて、はい。あれ、どこ投げさせそうやーみたいな感じで、ブワーってきたと時に、僕、古沢コーチをがっしり止めて、はい。はい。一切古沢コーチの微動打にさせなかったことになります。 フふるさコーチって背も高いし、なかなか迫力もありますよね。はい、はいそう、その時にも止めてましたので、はい、まあ、あのー。やっぱり止めようかなと思います。僕は。は,ーいはい、止める方ですね。はい、止めるように。はい、カープの選手が、あの怪我をしない、させないようにしたいなと思います。そこ実況しますね。ちゃんと。はい。と広瀬出できた。止めた。 止まった<あ>っていうところ止めたって言いたいですね。止めたはい。ってこれやりたいですね。はい。宮本さんも、広瀬さん、コーチ就任おめでとうございます。はい。もう、もう、歓喜を持って、広瀬さんさんになってますかね。<laughs> 広瀬さんさん、コーチ就任おめでとうございます。はい。松田のグラウンドで広瀬さん見られるのが嬉しいです。えー、私以上に友達が広瀬さん大好きですという方とですね。すえー、あとサインボール当たったクリ,リンさんも、爽やかな声が聞かれないのは残念ですが、球場でユニホーム姿見られるのはすごく楽しみです。はい。頑張ります。爽やかな声って言ってますけど、広瀬さんあれですよ。こっそり。 あのー、東京の局のアナウンサー捕まえて発声練習の質問してましたよね一回坂上さんそこはね、はい、黙っとくの黙っとくの,、はい、あの舞台裏は見せない,言わないの舞台裏は見せないと、はい、えっともう一個メガネのいっちゃん、はいえー、やっと広瀬さんの解説に慣れたところで、えー、ご卒業となりちょっぴり残念です、はい CS 以来、ブルーになっていた私たちに気遣いの選曲、頭が下がります。ね、3連覇と日本一期待も高まります。全力応援します。これ,これは曲違うんですけどね。はい、全力応援はあんまり言ってほしくないんですけどね。はいえー、実況アナウンサーのそうですかのくだりなんですけれども、<laughs> あの、そうですかっていう話の切り方が一番嫌だっていう話だったんですけどね。わかります。はい、私もいつも話し切るなら聞くなと思ってました。坂上さん頑張ってってっ。はい、坂上さん頑張ってください。そうですかって言いますって。<laughs> 言いますって今度ねあの坂上さんが、はい、あ実況ラジオの実況の時ねそうですかねえー、もし使えばすぐ、はい、えー 苦情のメールが来ると思います。またそうですか嫌がったみたいな。<laughs> 聞いてるね。今日聞いてるリスナーさん、皆さんも、あ、すぐ使ったっていうだけのね、メールでもいいのでね、えー、佐川さんの方にメールの方をお願いします。やめてくださいね。そういうの本当にね。<laughs> こうだんだんお、おひれとかがついて、ウェーって色ついたのが来ると結構傷つきますからね。<laughs> はい。でも、相槌難しいんですよ。だって、そうなんですよ、ね。私喋ってる間に、正直話聞いてない時ですから。まあ、アニアまあでもアニアさんもね、そうなんですよねっていう相槌がありますからね。そうですね。それも武器ですよね。<laughs> うん、はい。マリアさんのそうなんですのも、 もうちょっとやめたらどうなんだろうなっていうあれねこっちに乗るんですよあそうなんですねそうなんですよあれだからもう素人が言って「はい、あさあにゃさここは一塁ランナー警戒ですね」って言って「そうですね」って言われるとうわ「あれだけ第一線でやってる人が私を肯定してくれている」っつってなるほどそういう言葉の使い方もね、はい、ありましたねもう全部「そうですね」って来てくれると「はい、いやいや本当そうですよ」っていや,いやそうですね」って言う嫌なのかノットなのかイエスなのか分かんなくなる時もあるんですけどでも そうですか問題は難しいですね合図って本当に難しいさん頑張ってくださいこれから頑張っていきたいと思います、はい、えともう一個だけ円化娘さん、えー、ヒロさん一、はい、年間お疲れ様でしたはい えっと私は広瀬さんの解説は分かりやすく優しいなと思いました、はい、広瀬さんはカープの選手にも他球団の選手にも化け隔てなく愛情を持っていると言われていると思いましたえそして夏休みには今日は勝って子供たちに笑顔で帰ってもらって絵日記書描いてもらいたいですと言われているのを聞いているのは大好きでした来年、はい、はぜひ広瀬さんがビールをかけられているところが見たいですということで、はい、かけてもらいたいですね本当いい、ね、にかけてもらいたい、えー、なので本当にあの選手たちはね一生懸命頑張りますので、はい、来年また。 ん今年同様、本当に暑いですよね、はってもらいたと思います。そうですね。はい。あ、言っちゃった。やばい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 。まあまあ、まだ、まだまだね、人間こうやってね、こう、あやかの曲じゃなくて、だんだん一個ずつ強くなるんですよ。はい。強くなっていきますよ、カープもね。はい。最後のメッセージもらうと最後っぽくなっちゃうんでやめておきますけれども、はい。さん、あと1回か、あと2回、またよろしくお願いします。はい。またよろしくお願いします。それキケベリーカープ、お相手は坂上俊二と、白瀬セございます。野球センサーはもちろん、頭の回転の速さ素晴らしいと思います。 質問ですが、はい、もし試合中乱闘騒ぎになったら、はい、止める方ですか行く方ですか主人は、淳さんが行かないなら俺が行くと言って、わけわかんないですね。淳、はい、さんが行かないなら俺が行くと言ってます。はい。乱闘の時どうでしょう乱闘の時はやっぱり選手を守りたいなという思いもありますので、はい、はい。止めに行くと思います。止めに行く。はい。あの、現役の時も一度、ああはい。あの、あのドミニカの、こう、急に、 コーチの方、名前が出てこなかった。あの、ちょうどね、えー、あの時です。前田さんが手首に出てこなかった時、はい。ドミニク、古沢コーチああ、そうだ、古沢、はい、コーチ。すみません、急に、古沢さんすみません、出てこなかった。古沢コーチ。古、は、沢、い、コーチが、あの、ブルペンからぶわーってでてきて、はい、えー、荒木、当時の荒木投手コーチに、おーい、荒木って言い始めて、はい、あれ、どこ投げさせそうやーみたいな感じで、ぶわーってきたと時に、僕、古沢コーチをがっしり止めて、はい。 はい。一切古沢コーチの微動だにさせなかったと思います。古コーチって背も高いし、なかなか迫力もありますよね。はい。は<ー>そう、その時にも止めてましたので、はい、まあ、あのー、やっぱり止めようかなと思います、僕は。ああ<ー>、はい、止める方ですね。はい、止めるように。はい、カープの選手が、あの、怪我をしない、させないようにしたいなと思います。そこ実況しますね、ちゃんと。はい、おっと、広瀬出てきた、止めた 止まった<あ>っていうところ止めたって言いたいですね。止めたはい。ってこれやりたいですね。はい。宮本さんも、広瀬さん、コーチ就任おめでとうございます。はい。もう、もう、歓喜もあって、広瀬さんさんになってますからね。<laughs> 広瀬さんさん、コーチ就任おめでとうございます。はい。松田のグラウンドで広瀬さん見られるのが嬉しいです。ええー、私以上に友達が広瀬さん大好きですということですね。そうですね。えー、あと、サインボール当たったクリリンさんも、爽やかな声が聞かれないのは残念ですが、球場でユニフォーム姿見られるのはすごく楽しみです。はい。頑張ります。爽やかな声って言ってますけど、広瀬さんあれですよ。こっそり。 あのー、東京の局のアナウンサー捕まえて発声練習の質問してましたよね一回坂口さんそこはね、はい、黙っとくの黙っとくの舞台裏は見ない,ないの舞台裏は見せないと、はい、えっともう一個メガネのいっちゃん、はい、えやっと広瀬さんの解説に慣れたところで、えー、ご卒業となりちょっぴり残念です、はい CS 以来ブルーになっていた私たちに気遣いの選曲、頭が下がります。ね、3連覇と日本一期待も高まります。全力応援します。これ,これは曲違うんですけどね。はい、全力応援はあんまり言ってほしくないんですけどね。はいえー、実況アナウンサーのそうですかのくだりなんですけれども、<laughs> あの、そうですかっていう話の切り方が一番嫌だっていう話だったんですけどね。わかります。はい、私もいつも話し切るなら聞くなと思ってました。坂上さん頑張ってってっ。はい、佐川さん頑張ってください。そうですかって言いますって。<laughs> 言いますって今度ねあの坂上さんが、はい、あ実況ラジオの実況の時ね「そうですか?ね」ねえー、もし使えばすぐ「K、はい」う、えー。 苦情のメールが来ると思いますうわいまたそうですか嫌 <laughs> がったみたいな聞いてるね今日聞いてるリスナーさん皆さんもちょうど<ー>語呂もよく26番がね風呂、はい、でいや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 語呂合わせもよく <laughs> やっぱテレビ向いてますよテレビラジオ向いてますよいやいやいやとんでもないホ本,本当に RCC さんには当にこにお世話になったので、はいえー、会見の場ではい RCC というね 言葉を絶対伝えようということをね、はい、したかったので、それはちゃんと言えてよかったです。しかもあれ、会見の時質問しているのは、いろいろ便宜上他局の他の局のアナウンサー聞いてて、はい、もう膨らますのか膨らますまいか見たらすごい微妙な <laughs> これじゃ突っ込むとまたある種の話になるしみたいな。そうなんです。ねあの。みんなも一緒にそのね、あの他のテレビ局の方も、はい、おみんな知ってますので、みんなやっぱりね、あのー。 どういうふうに質問していいかわからないっていうのが現状だったんじゃないかなと思いますいやでも一年本当あっという間なんですけれども今日は皆さんからですねさっき言ってきましたけど今日最終回じゃないですからねそうなんですよ僕広瀬まだ最終回じゃないのでまだこれからどうなるかちょっとわからないのでこっちのことだけ主張するとまだ。 契約ちょっとだけの契約じゃないすみません契約は言い過ぎました口約束がちょっとだけ残ってるんで今日最後と限らないんで皆さんそう親身にしないようにお願いしたいと思いますと言いながらメールのテーマは広瀬さんに伝えたいメッセージ大募集ということでありがとうさよならじゃないメッセージを質問とかも含めて送っていただきたいと思いますというわけで今日も広瀬淳さんが選んでくれましたなんで今日この曲いつのテーマあるじゃないですか僕これはねあの田中のね えー、田中康介くん、背番号2番の登場曲なので、この、はい、登場曲を選ばさせていただきました。<ー>えー、外野守備総理コーチということで、はい、え、ね、今年、通りを取りましたね。はい、えー、なので、そういう意識が、また来年、えー、まあ、秋のキャンプ行くんですけどもね、どういう形で、この田中康介の意識の変わり方が出るのか、グラウンドで出た時に、僕がどういうふうに、この田中康介の、おまあ、感じ方ですけど、はい、成長具合を見たいなと、一番として、か、チームを引っ張ってくれた、はい、その態度、対応、行動、 っていうのをまた春のキャンプを改めてどういう状態で練習してくれるのかすごく楽しみだなと思って、まあ、一番ね切り込み隊長ということで一番最初にこの曲をあの選曲させてもらいましたしあのスタッフさんにこの一番,を、はい、一番最初にこの音楽を流してもらって本当にありがとうございます。絶対この後 考えてるんでしょうね。ストーリー的なものがね。縦糸、横糸みたいな。<laughs> なんと言っても、エグサさんが来た時に、全曲ありがとうだったっていうね。はい、そうなんですよね。なかなか制作者でも思いつかないようなことやってきますんで、<laughs> この後の曲も楽しみにしていただきたいと思います。はい、さあ、早速メッセージもらってます。それやけど、ボキシさん。ヒロシさん、解説の1年は短いですよ。はい、よくわかり、声もよくて面白くて、来年からの中継の楽しみが減りました。<laughs> <laughs> 僕の立場は微妙ですけどね、本当に言って。選曲も抜群でした。 ーチ頑張っ一うう、はい、年ね早いこの前なんか中継のです、ね、ていうかそうなんです、ね、そういうことなんですね言うなればだから日本中でまれに見る2年連続、はい、まあ行くまでの期間の中に短いんですけどもまああのまあしっかり汗をかいて練習をするということでしょうね、はあ、はい。またちょっと面白い練習とかあったらもう真っ先に取り上げますからねはい <laughs> はい <laughs> えっと、お便りもらってます。ジさんラブ2301さん。さんはい。えー、私たち夫婦の念願であった、広瀬さんのコーチ就任おめでとうございます。はい。野球センサーはもちろん頭の回転の速さ素晴らしいと思います。質問ですが。はい。もし、試合中、乱闘騒ぎになったら、はい。止める方ですか行く方ですか主人は、ジさんが行かないなら俺が行くと言ってわけわかんないですね。はい。ジュンさんが行かないなら俺が行くと言ってます。はい。 南東の時どうでしょう南東の時はやっぱり選手を守りたいなという思いもありますので、はい。はい。止めに行くと思います。止めに行く。はい。あの、現役の時も一度、ああはい。あの、あの、ドミニカの、こう急にコーチの方、名前が出てこなかった。あの、ちょうどね、あの時です。前田さんが、はい。手首に出てこなかった時、はい。ドミニカ、古沢コーチ。ああ、そうだ、古沢コーチ。はい、すみません、急に、古沢さんすみません、出てこなかった。あ,あ、古沢コーチ、はい。古沢コーチが、 あのブルペンからぶわーって出てきて、当時の荒木投手コーチに、おーい、荒木って言い始めて、はい、あれ、どこだけさそうやーみたいな感じで、ぶわーって来たと時に、僕、古沢コーチをがっしり止めて、はいはい、一切、古沢コーチの微動だにさせなかったほうー、古沢コーチって背も高いし、なかなか迫力もありますよね。その時きにも止めてましたので、やっぱり止めようかなと思います、僕は。は カープの選手が、あの、怪我をしない、させないようにしたいなと思います。そこ実況しますね、ちゃんと。はい。と、広瀬出てきた止めた止まった、はい、っていうところと止めたって言いたいですね。止めたはい。っていこれやりたいですね。はい。宮本さんも、広瀬さん、コーチ就任おめでとうございます。はい。もう、もう、歓喜もあって、広瀬さんさんになってますからね。<laughs> 広瀬さんさん、コーチ就任おめでとうございます。はい。松田のグラウンドで広瀬さん見られるのが嬉しいです。 えあとサインボール当たったクリリンさんも「爽やかな声が聞かれないのは残念ですが球場でユニホーム姿見られるのはすごく楽しみです」はい頑張ります爽やかな声」って言ってますけど広ロさんあれですよこっそりあのー、東京の <laughs> 局のアナウンサー捕まえて発声練習の質問してましたよね一回坂上さんそこはね、はい、黙っとくの黙っとく舞台裏は見せない,ないの舞台裏は見せない、はい、と。 えっと、もう一個、メガネのいっちゃん。はい。え、やっと、広瀬さんの解説に慣れたところで、えー、ご卒業となり、ちょっぴり残念です。はい、CS 以来、ブルーになっていた私たちに、気遣いの選曲、頭が下がります。ね、3連覇と日本一、期待も高まります。全力応援します。これは曲違うんですけどね。はい、全力応援はあんまり言ってほしくないんですけどね。はい、え、実況アナウンサーのそうですか。 のくだりなんですけれども、<laughs> あの、そうですかっていう話の切り方が一番嫌だっていう話だったんですけどね。わかります。はい、私もいつも話し切るなら聞くなと思ってました、坂上さん。だかなと思いますね。初歩的な質問なんですけど、はい、ノックバットって長いじゃないですか。あ,あれの方がノックはやっぱ打ちやすいということなんですかやっぱりあの、やっぱりゴルフと一緒で、はい、あの、長いと、棒が長さが長いと、やっぱり距離も飛ぶんですけども、はい、短くなってくればなるほど、 だん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 距離も飛ば,飛ばないかなという感じがしますね。はあ、じゃあ、あれを使いこなさなきゃいけないっていう。はい、ね、もちろんそうですね。はあ、はい、あとは右手で上げることができないので、左手で上げるのが僕の打つパターンなんですけど、はあ、も。また右で上げる練習もしないといけないなという。 はい。ああ、やる事いっぱいあるんですね。今年のオフはあのノックバットをしっかり振りたいなと打ち込みたいなと思いますね。はい。<laughs> で昔番組でちょろっと浅瀬さ,さんとやったんですけどあの、はい、玉木コーチがオフにノックの練習するために自分公園に自転車バーマシャリで行って、はい、ノックの練習したって言ってましたけどやっぱり広さんもどっかで見つけて練習するんですか。ああ練習しますね。練習しないといけませんね。はあ<ー>。こっそりをします。こっそり。はい。あじゃあその辺の公園じゃないってことですね。はい。こっそり。であの。 秋のキャンプなんですけど、はい、現役時代の経験を含めて、一般的に秋のキャンプって、一番しんどい時じゃないですか、はい、シーズン終わって、なんのためにあるものなんですか、はい、改めて。あのーまあ、各、ね、個人個人の、まあ、1年を戦った中で、いろえーまあ、立場的には違うと思いますね。はいえー、ピッチングではえば投げ込みする人、走り込みする人、ーまあ、シーズンで体の、ねえー、ケアをしないといけない人って、まあ、いろんなあの立場、えー、成績によって、いろんな。あの 状況の違う選手がいますので、はい、その辺をしっかり把握しないといけないと思いますね。<ー>はい、それと、あの、メニューなんですけど、大体、はいいい、いろんなコーチのもとでプレーされましたけど、はい大体同じようなものなのか、はい、いやいや、なんかやっぱり、 やる人によってなんか一個新しい練習があったりするものなのどんな感じなんですか、ね、やっぱさすがですね。あの、坂上さんもちゃんとここで、えーえー、秋のキャンプの練習メニューを、こっそりここで広瀬に喋らせようというね。うまいですね。やっぱり、そういうところね。人によって違うの知ってるくせに。はい、ですね。まあ、ただね、あのー、 のキャンプではあの、まあ、レギュラー組と言われて丸とかですね菊池とか田中とかはね144試合プラス c s もね、えー、体を酷使してますので、はいえー、全体練習は全体練習の流きっちりやると思います、はい、なので、えーまあ、午後からのバッティングンローテーションというのもあるんですけども、まあ、そのローテーションには入らずにランチトークだという形で、はい、早,早めに、えー、バッティング練習を終わって。 でその後には、あの、総理練習を、まあ、最低限やってもらって、はい、あとは、各自の、コンディショニングのことに、を重点を置いて、練習に臨んでもらうっていう形で、えい、ー、くと思います。え十<ぁ>15日からは、はい、え湯、ー、布院の方で、リハビリキャンプの方がありますのでね、はい、えー、そちらの方に、えー、まあ、ピッチャー陣も含めて、野手の方も何人か行きますので、え十、ー、15日に、まあ、行くまでの期間の中に短いんですけども、まあ、あのー、まあ、しっかり、 少しというかね、えー、ちょっと僕の中で残念だったのが、えー、2戦目の野村が投げてた時、はいえー、レフトの松山がグローブに当ててスライィンにキャッチしたんですけども小、はい、原の打球を落としましまたよね、はいえー、外野手で言えば僕も常にあるのはグローブに当てる打球は取れる取らなきゃいけないっていう<ー>たとえそれがねかすっただけでも取らなきゃいけないっていうそういう。 あのまあ、僕の中での意識がありましたので<ー>、えーまあ、そういう松山のプレーを見たときに、ね、ーボールの取り方の時に目線がぶれてなかったのか、はい、あるいは最後ボールを取るときに取る瞬間にグローブとボールがかぶってなかったのか取る位置を少しずらして取りに行ってなかったのかとか、はいえー、その後と3、えー、ボール2ーサークになって勝ちい投手は一塁ランナー、はい、ロペスの。 ライト前ですかね。その時にバティスタが補給をミスしましたよね。ありましたね。はい。バンドの、で、ショートバンドのところで取れば、バンド合わせられずに弾きましたよね。はい。一気にホームインされました。そういうところの、バティスタに言ったんですけども、一歩目の自分の判断は良かったのか、遅かったのか、できたのかっていうことも今、えー、周期練習の時にはちょっとお伝えはしたんですけども、まあそういうところも、ちょっと気になるなと。 思いなので鈴木誠也もそうです、えー、ボールがシュート回転します、はいえー、去年の方が守備の意識は高かったんじゃないかなと、は<ー>はい、そこは伝えたいと思うし、松山ではあの1本目の重要さも伝えないといけないと思いますし、まあ、丸もね、送、え、球、ー、の時に、えー、補給体制の時に、きょはノックしましたけども、はい、自分の取る位置からね、あの 取るゾーンが少し外れてくると、体のバランスが崩れて送球もバラバラになりますので、まあ、そういうことも伝えてるんですけどもね、まあ、あの選手の,あの特徴、体の使い方を見て、ちょっと伝えてることは今伝えてます。ああ、やれることはあるんですね、はい、みんなこう。かなり高いレベルに思ってますけど、うどうしてもね、打つことが、外野手は打たないといけない、えー、打たないと使われてくれないっていうこともも,もちろんあるんですけども、はい 守れることが前提ですし、守れないと基本的には打つことにも集中できませんので、はいえー、そういうこともしっかり、えー、もちろん打たないといけないです、外野手は。もちろん打つことは大事です。ただ、あの、守ることに対して興味がなくなると、あ落ちて、あのね、能力的に落ちていくのも早くなりますので、はいえー、意識の高い練習ができる。 できてほしいなと思いますあなんか,なんか、はい、教えてもらってるみたいで嬉しいですね。<laughs> あそうかそうかって。自分追いつくとこまでいかないんですけどね。はい、え最後のとこ、目線だ、目線とか思って。えー、っと、あと、山口のみゆきさん。はい。え、ヒロさん、外野の守備、走塁コーチ、就任おめでとうございます。えー、コーチャーズボックスは、一塁と三塁のどちらを今の段階では希望ですかということです。5時35分に終わったんですよね。え、そんなギリギリまでやってたら。ご老公様のロケがね、はいえー、先ほどありまして、あの、ちょっと番組の方を、ちょっと撮らせてもらいましたけども。はい ちょっと徐々に徐々にこう分,かり分かっている人は分かっているんですけどもね、えー、徐々に僕、広瀬がこう広助をやっているということも <laughs> 分かり始めた時期なので <laughs> まあその役というのはやっぱ愛着ありますね。<laughs> あ,ありますね確かに そうですよ最初はもうちょっとこうミッキーマウス的なね、はい、あの誰がやってるか分からない感じだったんですけど近頃、はい、え広輔からのプレゼントはサインボールでござるってやってましたもんねもうそうなんですよね,ね<ー>なのでもうそれがなくなるですかね、はい、広いや公認をまた考えなきゃいけないんじゃないですか <laughs> そうですねアニアさんでもいいんじゃないですか、はい、いやいやもろわかるじゃないですか、ね、え顔隠してもヒゲが出てきますからね,ねわではじゃあ女性ということで女性アダウンサーの ね、今ちょうどニュースシック6今待ってますけど、はい、今日中根さんなので、はい、中助ということで中助<介>女,女バージョンでもいいんじゃないですかまたニュースキャスターって一番動かしにくいとこ持ってきましたね <laughs> <laughs> いやこの辺りもまた情報が入りました、はい、いち早く伝えていきたいと思います、はい、えっとあとあ優勝ママさん高知チ入任おめでとうございます、はい、すごく嬉しいニュースで本当に本当に嬉しいです 75番をつけてるの決意を教えてくださいということで、はい、75番関連結構来てるんですけれども。ああ、そうですね。背番号75番をどうして僕が選んだかっていうところを皆さんも聞きたいと思うんですけども、はい、あのー、その前はね、えー、拓郎さん、石井拓郎コーチが背番号75番をつけてたと思うんですけども、はいえー、僕のその75番を選んだ理由というのは、阿南純郎さんが、 はい,は,いはい、はい。75番をつけていましたよね。はい。はい。で、僕の、本当にこう、高校野球、高校の大先輩でもあります。最近大分の、佐伯閣僚高校の、はい。大先輩でもありますので、はい、えー、僕がカープに入ることを決めた時に、えー、ま、客指名をさせていただきますという席に、一緒に、えー、当時法政大学の監督の山中正剛監督と、 僕と、はいお、アナンさんが当時、ね、球団本部長をやられておりまして。へぇすべて僕の野球人生、プロ野球人生の始まりの時に、一番、えー、近くにいたのがアナンさんだったので、はい、アナンさんがつけていた75番を開いていましたので、75番のをぜひお願いしますということを球団の方にお伝えしました。へえ、でもこの人生の節目でこうね、だいぶ前にこう節目で迎えた、はい アナウンさんがパッと頭にやっぱ浮かんだんですね。浮かびましたね。やっぱり、えー、あの、ガープを逆指名させていただくっていうことを決めた時には、アナウンさんが近くにね、あの、いてくれましたので、はい、その、アナウンさんが、あの、監督をね、やってたことも知ってましたので、はい、やっぱり75番って言ったらアナ,アナウンさんっていうのが、僕の中ではあったので、へぇ<ー>はい。拓郎、はい、さんではなかったですね、やっぱり。ーぱりアナウンさんって一番、えー、近くにいたのが、 アナンさんがつけていた75番を空いていましたので75番のをぜひお願いしますということを球団の方にお伝えしましたへえでもこの人生の節目でこうねだいぶ前にこう節目で迎えた、はい、アナウンさんがパッと頭にやっぱ浮かんだんですね浮かびましたねやっぱり<ー>あのカープを逆締めさせていただくっていうことを決めた時にはアナウンさんが近くに。 ね、あの、いてくれましたので、はい、その、アナンさんが、あの、監督をね、やってたことも知ってましたので、はい、やっぱり75番って言ったらアナ、アナンさんっていうのが、僕の中ではあったので、へぇ<ー>はい。拓郎さんではなかったですね、やっぱ,、ね、やっぱり。アナンさんっていう。再帰格上の F んだ英雄だったりしますもんね、うん。そうですね。まあそういうこともあったので、<ー>はい、75番を選ばさせていただきました。へぇ<ー>、はい、そうです言われてみたら、あの時期、逆指名だった。カップ大変な時期だったですよね、逆指名で。ねえ、まあでもね、<ー>あのー、 当時は山戸浩二監督になられて、はい、野村さんも高校の先輩でおられて、はい、キャッチャーには瀬戸さんという方も、法政もいましたし、はい、川端さんもコーチでいましたので、まあ、大学も含めて、まあ、高校での,そのカープとのつながりということもあったので、大先輩の阿南さんの背番号を、また僕がつけれるっていうことも、なんかすごくご縁だなということも感じてます。でもいいですね、これ浮か、なんかね、いろんな意味で、また歴史がもう一回、あそうだ、阿南監督って。 <あ>そう再企画上だったっていうのがもう一回振り返ることができるだけでも、一粒で二度おいしい背番号ですよね、う、あの、まあ、実はその先日、もう2日前ですね、はいえー、プロ野球 o 会のお野球教室が、えー、コカ・コーラ県営球場でありまして、はい、でその時のアナンスさんも来られてたので、ごあご挨拶して、えー、背番号はアナンスさんのおー背番号をつけさせていただきましたっていうことを、はい、おつちゃんとお伝えできたのが嬉しかったですね。<ー>はい、じゃアナンスさんだったらもう,も,うもう完璧ジェントルマンじゃないですか。 はい、そうですね。それはそれはなんか温かい言葉もあったんじゃないですか。いやもうもう本当もうしっかり、えー、頑張ってねって頑張りなさいよっていうことを。 優しく言ってくれました。へぇ今日これ聞いたん、得した気分ですね。そうですね。もう、もう、もう、もう7聞いて、75番って何でか知ってる。アランさんの番号なんだよな。そうなんですよ。いやいやいや。そういうのがありまして、75番を、はい。ああ選べ、選ばさせていただきました。ああわかりました。はい。いやいやいや。で、まだ他にも質問来てるんですけれども、あ、これメッセージ、リサクマさん。広瀬さんのコーチ就任のニュース、本当嬉しかったです。就任会見で一番最初に RCC への感謝の言葉を述べられていて歓迎 し,ましたはいヒロシさんのわかりやすい解説を聞けなくなるのは寂しいですが日本一目指して頑張ってくださいありがとうございました、はい、ありがとうございますあとは飛鳥君の質問答えにくいかなえっと <laughs> 何ですか答えにくい質問ですか、えー、えっとこんばんははいこんばんは解説者一年で現場に復帰されますねはい。本職の解説やこの番組でこの番組も本職だっつうのって <laughs> えっと、はい、誰よりも早いカープの優勝予想をさせられた今なま、はい、忍者のコスプレにイベントなど幅広い活躍をされて <laughs> でもないですしえー 本当に声をかけてくれたものは本当に全て受けようということで、はい、そういう精神でや,りやらさせていただきました思ったより自分の時間なかったっていうか、はい、もうちょっとゆっくりできると思ってたんじゃないですかはいその通りです <laughs> ね<え> <laughs> 詰め込みますからね我々いやいやでもね本当にいろんな本当にこういろんなことをさせていただきましたし バスケットボールもね、ドラゴンフライの完全を、あ<ー>まあ自分で言ってますよね、こう、今手帳見てますけども。はい、あの、菊池の実装での視察も行きましたし。ありましたね。はい。あのー、ね、これ名前出してもいいんですかねはい。日産の、日産さんの CM をだ<あ>出させていただきましたし。はい、は,いはい、はい、はい。はい。いろんな本当に経験をね、えー、させてもらいましたね。は,<ー>はいな。あと、イロさん CM 出たから、あ、中国新聞は選手と一緒に戦ってるんだっていうね。はい。 守備の男、まさかのこいつってね。さあそうですね。中国新聞さんのね、支援も出させていただきましたから。ですよね。はい。本当にいろんなことをさせていただきましたね。はい、あとはですね。はい。俺野球の方で行きましたね。福山の恋心さん。はい。えー、広島土曜カープ、広瀬順第2章の始まりの鐘が鳴るんですね。ってうまいな。1年間、はい、解説は非常にわかりやすく楽しかったです。鈴木誠也選手が足を骨折した際に。はい。 横浜スタジアムのラバーがどうのグラウンドがどうのより鈴木選手が外野手として着地の際の気の緩みを指摘されたあたり感心しましたセ・リーグ最強と言わず NPB の最強の外野チームを作ってくださいということです鈴木誠也もそのことを少し、えー、本人も言ってくれてましたね、はいえー、着地のことにちょっと意識がちょっと薄れてたということを、ねまあ、本人も言,言ってましたからね、はい、まあ本人もその点はすごく悔ししかったと思うし でもね、怪我した本人が一番悔しいと思うし、うん、えー、あの、今日のね、あの、新聞でもあったんですけども、はい、怪我をしないと気づかないっていうこともあると思いますので、あの、来年のね、春のキャンプでは、あの、せいやの、もう変わった、成長した部分を、お見せてほしいなと。うん、まあ、行動、も先ほど田中も言いましたけどね、あの、行動とか態度とか、はいえー、自分のプレーも含めて、えー、まあ、中心選手であるっていうことは間違いないですから、はい、まあ、どういう形で成長して、 あのユニホームを着てくれるのかなと、そういうどういう言ととかあ、そういうことをどういう表現をしてくれるのかなと、まあ、非常に楽しみですねう、はい、そういった中で新聞見てますとあの、怪我をしたことによって人間的にプラスだったとかって、あんな発言が出るっていうのは、ちょっとすすごいですね、まあ、その時点でね、あの本人も成長してると思うし、はい、自分を客観的に見て、えー、あの行動はいけなかったとか、もっとこういうことをすればいいんじゃないのかっていう、まあ、チームと自分の個人のことを自分で見てますので。はい もうその時で成長はね、あの、進んでますので、まあ本人もすごく、上昇志向の高い選手なので、えええー、本当にもっともっと、守備も、まあ、まああのね、担当もが外野なので、はい、言わないといけないところは、<ー>実はもう2日前ですね、はい、えー、プラキオービー会の野球教室が、えー、コカ・コーラ県営球場でありまして、はい、で、その時のアナウンさんも来られてたので、はいはいはい。まあご挨拶して、えー、背番号はアナウンさんの、 背番号を付けさせていただきましたっていうことを、はい、おつちゃんとお伝えできたのが嬉しかったですね。えじゃあなナンさんだったらもう,もう完璧ジェントルマンじゃないですかはいそうですねそれはそれはなんか温かい言葉もあったんじゃないですかいやもう本当も,もうしっかり、えー、頑張ってねって、えー、頑張りなさいよっていうことを。 優しく言ってくれました。へぇ今日これ聞いたん、得した気分ですね。そうですね。もう、もう、もう、7を聞いて、75番って何でか知ってる。アランさんの番号なんだよな。そうなんですよ。いやいやいや。そういうのがありまして、75番を、はい。はあ選べ、選ばさせていただきました。あわかりました。はい。いやいやいや。で、まだ他にも質問来てるんですけれども、あ、これメッセージ、リサクマさん。広瀬さんのコーチ就任のニュース、本当嬉しかったです。就任会見で一番最初に RCC への感謝の言葉を述べられていて歓迎 し,ましたはいた広瀬さんの分かりやすい解説を聞けなくなるのは寂しいですが日本一目指して頑張ってくださいありがとうございました、はい、ありがとうございますあとは飛鳥君の質問答えにくいかなえっと <laughs> 何ですか答えにくい質問ですか、えー、えっとこんばんははいこんばんは解説者1年で現場に復帰されますね、はい、本職の解説やこの番組でこの番組も本職だっつうのって <laughs> えっと、はい、誰よりも早いカープの優勝予想をさせられた今生、はい、忍者のコスプレにイベントなど幅広い活躍をされていただけに寂しいです <laughs> ちょいちょい こう事実誤認がありますね、はい、これ。この1年間カープを外から見ていた経験を生かし、リーグ3連覇日本一の新入り背番号75を見たいと思います。質問。はい、カープ球団からコーチのオファーがあったのはいつでしたかということで次の質問に行きたいと思います。猫、はい、男爵さん。はい、<laughs> 僕もね、だんだんね、あの、膨らませないところが分かってきました。次行きましょう。はい、次行きましょう。猫男爵さん。はい、えっと、 解説では冷静に分析し、かつ分かりやすく伝えることに長けていらっしゃったので、いいコーチになるのは間違いないでしょう。前任者が川田祐介コーチということで、どうしても比べられてしまうかもしれませんが、はい、周りの声に気にせず、自分の色を出していただければ、きっとカープが強くなると信じています。はい。えただ、コーチで成功するとこの番組に戻って来られないので、複雑な心境ではあるので、複雑。僕はもうね、カープがあの、はい、 強くなるために、はいえー、本当に全力でいきたいですし、はい、あとはね、あのやっぱグラウンドで頑張ってくれるのは選手なので、はいえー、選手がやっぱり迷わないように、えーまあ、判断もそうですけども、やるのは本当に選手なので、はい、その選手が本当にグラウンドで輝いて、えーね、あのプロ野球の世界で、なんていう、まあお金を、グラ野球でお,こお金をね、もらえますから、長く野球をやってもらいたいので、やっぱりこう、 本当こう成長してほしいなっていう思いがやっぱありますね。一貫してるのはあれですよね。はい、ヒロさん、解説やってる時も、あだからこう、はい、自分が分かりやすくにプラスして、チームが強くなったりとか、その魅力を伝える、チームのために、まあ、こう、外から見ていた経験を生かし、はい、リーグ3連覇日本一の新番号七75を見たいと思います。質問。はい。カープ球団からコーチでオファーがあったのはいつでしたかということで次の質問に行きたいと思います。はい。猫男爵さん。はい。<laughs> 僕もね、だんだんね、あの、 膨らませないところが分かってきました。はい。はい、次行きましょう。次行きましょう。はい。猫男爵さん。はい。えっと、解説では冷静に分析し、かつ分かりやすく伝えることに長けていらっしゃったので、いいコーチになるのは間違いないでしょう。前任者が川田祐介コーチということで、どうしても比べられてしまうかもしれませんが、はい、周りの声に気にせず、自分の色を出していただければ、きっとカープが強くなると信じています。はい。えただ、コーチで成功すると、この番組に戻ってこられないので、複雑な心境ではあるのですが。<laughs> 成功するなっつって言んですか <laughs> 僕はもうね、カープが、あのー、はい、強くなるために、はい。ええー、本当に全力で行きたいですし、はい。あとはね、あのー、やっぱグラウンドで頑張ってくれるのは選手なので、はい。ええー、選手がやっぱり迷わないように、ええー、まあ、判断もそうですけども、やるのは本当に選手なので、はい。その選手が本当にグラウンドで輝いて、ええー、ね、あの、プロ野球の世界で、なんていうまあ、お金を、グラ野球でお,お金をね、もらいますから、はい。長く野球をやってもらいたいので、やっぱりこう、 とこう成長してほしいなっていう思いがやっぱありますね。でも一貫してるのはあれですよね。はい、ヒロさん、解説やってる時も、だからこう、はい、自分が分かりやすくにプラスして、チームが強くなったりとか、その魅力を伝えるチームのためにみたいなのが、はいまあ、コーチになっても、その辺は同じですよね。いや、もう全然同じですね。あの、先ほどありましたけど、僕はもう川田さんにはなれませんし、はい えー、川田さんが経験したきたことは、僕は全く知らないので、はい。えー、正直その、総理とか、まあ不安の部分もありますけども、はい。逆に、えー、チームの中で、小方監督もそうですし、えー、東出監督もそうですし、総ルにたけてる方もたくさんいますし、はい、選手では、えー、田中康介、通りを取ってます。丸も通りをも取ってます。はい、えー。そういう、えー、りの経験、走れる選手、選手もたくさんいますので、あの、意見をたくさん言い合って、えー、ほんディスカッションじゃないですけど、ほんとにこう、 いい方向に行けるための準備をチーム内でもしたいと思いますし、はい、え選手同士でもそういう話を普通に話せるような関係でいないといけないと思いますので、はい、まあいかにこう嫌がられる野球を、ね、カープやってきましたので、はい、まあ総理も含めて、そういうところも選手、コーチ、監督も含めてみんなとこうしっかり話をしていきたいな,いきたいなと思うので、えー、ここは僕もしっかり自分の意見を持って、いまあ。 譲れないじゃないですけども、はい、自分の意見はちゃんと伝えて、相手の意見もちゃんと聞くように、えー、していきたいなと思いますね。まあ、ヒロさん、はい、多分コミュニケーションすごい取られるんだろうなと思うのが、解説の時もあれですよね、割とこう、打ち合わせの鬼というか、ヒロさん、あし、はい、あ出番明日ですよねって言ってるのに、前の会社に来て、いやいや、だから明日だから打ち合わせに来たんですよってことが、何度かあったですよね。<laughs> どう行きましょうかとか。う,、ね、うん、そうですね。あのー、やっぱり、ね、解説の方もそうですし、はい、実況